までには時間がかかるとは思います。その間にですね、どういうふうな形でやっていくのがいいのかということについては検討もしてまいりたいというふうに思いますし、まあ、そうした検討した結果としての、まあ、検証の、内容についてはですね、まあ、必要に応じて、この委員会、の皆さん方の、ある意味では、まあ、検証というものもあるんだろうと思いますけれども、そういう検証の機会には提供できるようなそういう準備を進めてまいりたいというふうに思います。森さん、今大臣からこの委員会にもその検証の材料となるものを提供するという答弁がありました。私からも希望をいたします。もちろんその検証ができるようなある程度の期間が過ぎてからですね、当委員会に報告をしていただきたいと思います。この制度は本当に大きな改正なんですね。刑法という基本法の改正です。まあ、私たち司法試験を受けるときには憲法、民法、刑法のこの3法が基本法ということで、一番最初にこれを学んで択一試験で受けるわけでございますが、この基本となる刑法、この中でもその相続部分でありますこの刑罰、これを懲役刑を全部科すのか、それとも全部執行猶予にするのかという、二つに一つであったものを一部懲役にして、一部執行猶予にするというふうに、そこを大きく変えるわけでございますから、これについてはしっかりと国会でも検証してまいりたいと思いますので、ぜひ、委員会への報告をお願いしたいと思います。次の質問に移りますけれども、前回ですね、我が党の松下委員が社会貢献活動の受け入れ機関やその利用者、地域住民に不安を与えない仕組みづくりというものについて質問をしたのに対し、法務省の保護局長が活動先に対して社会貢献活動の趣旨や意義などについて丁寧な説明をするとともに、定期的な協議の機会をするということを考えている。これらを通じて地域の関係者や住民の不安を解消して、その理解と協力を得られるように努めてまいりたい。まあ、大変立派なご答弁をなさっていたんです。しかしですね、福島県にですね、実は法務省が地域住民に対して誠意ある丁寧な説明を行わなかった。そのゆえに地域住民が後から反発して大変苦戦をしているという事業がすでに存在をしています。これが福島県の自立更生促進センターです。この自立更生促進センター構想は、居住先のない刑務所出所者等に対して国が一時的な宿泊場所を提供して、その確実な立ち直りと再犯防止を図っていくと、まあ、このまさに今この本法案と同じ目的を持ち、まあ、例えば福島の自立更生促進センターでは、まあ、報道によりますと、施設の建設前に説明したのは町内会長だけということでですね、また法務省が概要を説明した文書も難解で理解できないものだったということなんです。そして、施設が完成、される頃になってから、あれは何だと、今建ててるのはという話になって、その建物の近くにですね、まあ、小学校をはじめとした学校教育機関がたくさんあったために、PTA をはじめとした周辺の住民がですね、関心を持って急激に反対運動が広がってしまったわけでございます。また反対団体の合同会が保護観察所を訪れ、公開討論会を求めてもですね、反対する立場の方と話をしても議論は平行線になるだけなので、出席できないというふうに断られたり、市民の理解を得たいものの態度とは思えないというように、まあ、福島県では非常に批判をされたわけでございます。結局ですね、施設を完成してもなかなか
解消することができず、まあ、2年以上経って、つい最近ですね、まあ、依然として地域住民の反対を続いているんですけれども、事実上解消して入所者を入れているという大変残念な状況にあるわけです。ですからですね、まあ、答弁で口では立派にですね、先ほどのように丁寧な説明とか定期的な協議の機会を言ってても、まあ、そういうふうになってないわけでございますので、まあ、こういったことのですね、反省の上に立ってですね、社会貢献活動、またそれ以外のことについてもですね、地域の関係者や住民の不安を解消するためにですね、先ほどのご答弁を具体的にどのように実現していかれるのか、これについて大臣のお考えをお聞かせください。平岡大臣。ちょっと今のご質問は、福島の自立更生促進センターのついての説明ということでしょうか、それとも今法案の審議の対象となっている件についてでございましょうか。森さん。この法案についてでございます。平岡大臣。まあ、これについては先ほど来から、検証をどうするのかということを、例えば体制整備の問題、施行までの間にどういう体制整備ができるのかということについての、検証、あるいは、この法律が施行された後に、どういうふうな再犯防止ができているのかということについての、まあ、検証、まあ、こういうことを、まあ、我々としても必要だと思っておりますし、この委員会でも私は求められているんだろうというふうに思います。そういう状況を通じてですね、やっぱりしっかりと説明すべきは説明しなければならないというふうに思いますし、我々としてもそうした状況においてはできる限りの説明をしてまいりたいというふうに思います。ただこの法案全体について申し上げればですね、これは全国に関わる仕組みでもございますので、被災地のみならず、まあ、全国の方々に理解をしていただけなければならないということでございますので、この法案成立するという状況のもとでは、関係する職員が関係する方々に対して、つまりは、まあ、弁護士会であるとか、あるいは関係の機関、福祉機関であるとか、地方公共団体であるとか、あるいは民間の NPO 法人であるとか、まあ、そういう方々にもですね、しっかりと説明をしていかなければならないというつもりでおります。森さん。まあ、しっかりと説明をしていくという大臣の答弁をいただきました。ぜひですね、自立更生促進センターのようにですね、後から住民が知らされるとか、それから説明会を求めてもやらないとかいうことがないようにしていただきたいと思うんです。そこでですね、今度はこの自立更生支援センターについてね、ちょっとご質問させていただきますが、今大変、まあ、対立した状況にあるわけでございます。これを今大臣がですね、大臣は住民にきちんと説明をしていく大臣であるとおっしゃったので、この状況を解決していっていただきたいと思うんですけれども、この福島の自立更生支援センター、まあ、私場所的にもどうかなと思う場所に、まあ、ありますが、もう立ってしまっているんですけどね、もう少し事前にやはり、相談をして欲しかったと思いますが、まあ、反対運動を受け、ようやくこの運営状況をチェックするための、まあ、住民との間の運営連絡会議というのが設置されたわけでございます。そして保護観察所から入所者に関するですね、まあ、提供できる限りの細かい情報を提供してもらい、入所者が県内に住むことを希望しているなどの福島優先枠に合った
っているかなどを話し合っているようです。その福島優先枠というのは治安悪化を心配する住民の声を受けて設けられたようですけれども、まあその優先枠が破られる事態なども起きたということで、やはり双方の信頼関係がなかなか構築されないという状況にあるようです。それからまた入所者が保護観察期間終了後再犯を犯した事例も出ているようです。この再犯を犯した事例について説明をしていただきたいと思います。平岡大臣。今、再犯の事例ということでございましたけれども、かつて、このセンター、福島自立更生促進センターに、まあ、おられた方が、退所した後に、起こされた事件ということで、我々としても承知をしております。今なんて言いますか、報道で、されているところによれば、福島自立更生促進センターの、元入所者が、保護観察期間終了後に、詐欺容疑で、逮捕されたということで、ありますけれども、この保護観察所の方で、この事案について、先ほど委員からご指摘になりました連絡会議の中で、詳細な説明を求められているというような状況の中で、現在この事件については、まあ、裁判中であるということもございまして、そういう状況の下で、今当局の方から開示できる情報というものについては、まあ、慎重に取り扱わなければならないという状況にあるというふうに承知しております。従いまして、私もこの問題については、どういう状況の下でどれだけのことがご説明できるのかということについては、事務当局ともしっかりと意見交換をさせていただいておりますけれども、裁判後にはですね、しっかりとした情報の提供と説明ということができるというふうに承知しているところでございます。森さん。なぜですね、こんなような質問をしたかと申しますと、震災後ですね、入所者が当初の予定より早く外に出されてるんですよね。まあ、前回いわきの検察もね、12人ですか、処分保留で釈放しちゃって、またそこから再犯者が出て、その地域住民も本当に大変なショックを受けたわけなんですがね、その別に釈放するなと言ってんじゃないんですけど、12人もいっぺんにっていうのは大変多いし、その理由もね、その時にその庁舎が別に使えなかったわけでもなく、避難地域でもなかったということで、私いわき市のことは大変遺憾に思ってるんですが、この福島の自立更生支援センターも震災直後にね、そこにいた入所者を全員釈放してるんですよね。それなので、その予定より早く釈放してるんですよね、全員で。その理由は何なのか、そしてその予定より早く釈放した人が先ほどの再犯をした人なのかということを確認したいと思います。ご答弁お願いします。平岡大臣。まず後者のご質問にご答えしたいと思いますけれども、この、仮釈放者3名、でありましたけれども、そのものについては再犯ということはございません。その上に立ってですね、どういう状況であったのかということについて、ご説明を申し上げたいというふうに思います。東日本大震災発生時には、このセンターには、仮釈放者が3名ほど入所をしておりました。震災によりまして、センターの壁の一部が崩落をしたり、あるいはガス、水道等のライフラインが休止したことから、3月の中旬にうち1名を安否が判明した親族のうちに
転居させる。そして、二人については、近県の更生保護施設に転居させて、それぞれ保護観察を継続したものというふうに承知しております。で、転居させるにあたりましては、この促進センターに宿泊すべき期間を定めた特別遵守事項の変更、および転居の許可については、